トレイシー・チャップマンは、アフリカ系アメリカ人の女性シンガー・ソングライター。アコースティックギター一本での弾き語りが特色で、ギブメ・ワン・リーズンや、ファスト・カーなどのヒット曲で知られる。歌詞は、愛、孤独、人種、階級、貧困、家庭内暴力などの社会問題を強いメッセージ性で取り上げる。労働者階級の多いオハイオ州クリーブランドで生まれた。 歌手の母親を持ち、幼い頃からギターを練習、幼少時から自作の曲を歌う。小学金でマサチューセッツ州メッドフォードのタフツ大学に通い、生物学、獣医学、文化人類学、そしてアフリカについて学ぶようになり、次第にフォークロックに惹かれ、コーヒーハウスやナイトクラブなどで作詞、作曲した歌を歌っていた。まもなく、 1987年にエレクトラレコードと契約デビューアルバムトレイシー・チャップマンを発表。それまでの追い立ちで経験してきた社会の矛盾や大学で学んだアフリカの知識などをベースに社会問題をストレートかつシンプル表現した。このアルバムは大ヒットとなり、非評価などからも高い評価を受けた。翌年、このアルバムは第31回グラミー賞で、 最優秀新人賞、最優秀女性ポップスボーカル賞、最優秀コンテンポラリーフォーク賞の3部門を獲得し、世界で1000万枚もの売り上げを記録した。反アパルトヘイトの運動にも関与し、アムネスティ・インターナショナルの人権ツアーや、ボブ・ディラン30周年記念コンサートでも歌い、またネルソン・マンデラの釈放を記念するロンドンのコンサートでは、 マンデラのスピーチの直後に歌う栄誉を受けている。ありがとうございます。